水戸宮水戸宮は、大阪市中央区西震災橋にある神社。旧社格は豪社。水戸八万宮、島の内八万宮とも称される。アメリカ村の中にある。社名は地名により、以前は、水戸と書く。大阪府市には、仁徳天皇が何和に、と、南馬宮を置いた頃、味元教にあった社を後世ここに奉仕したとある。社殿によれば、天平正法元年に、 聖武上皇と皇権天皇が東大寺と大仏を混流するにあたって、筑紫国の宇佐八幡宮より、東大寺の鎮守神として、八幡大臣を迎え、田向山八幡宮を混流しようとした。その際、八幡大臣が瀬戸内海を渡って、初めて上陸した安宮の後に、後に改めて、八幡大臣を祀ったのが、当社の始まりであるとする。鎌倉時代には、 言葉ば上皇直眼書となっている。文六年間に陛下で消失したという。明治時代になると孫者に劣せられ、1872年に孫者から豪者に昇格している。1906年には新鮮兵白領とも新者に指定される。太平洋戦争中の1945年3月13日14日に行われた第一回大阪大空襲で社殿が、 消失するが、1960年に再建されている。1872年3月から1989年2月まで、当社南側の八幡筋に沿って、八幡町の町名があったが、現在はない。ただし、御堂筋との交差点名に使用されている。ありがとうございます。